もありょうへいです。そしてひろとです。はい、お願いします。はいね、今日撮影終わって、はい、本当だったらね最後まで翔平さんいたんですけど、翔平さんなんか東京ドームのチケットをいただいちゃったみたいで亀井選手にいたじゃん。うん、羨ましいということで今ね思いっきり太陽の光を目の前にして2人で撮影してるんですけれども、僕たちちょっと相方がお互いにいる、はい、コンビじゃないです。コンビじゃない、ごめんなさい、コンビでやってる方のどちらか後から入った相方組じゃないですか。そうですね。なので、でなおかつ僕がこの10月でちょうど1年経ったんですよ。ちょ10月何日に入ったかは分かんないですけども、それもこれも、皆様の温かい、ご声援のおかげで、やれてこれています。ありがとうございます。ひろともね去年の12月かな、はい、にユーポンチャンネル加入したりとか、そうです、ね、まあ、付き合いはその前からあったんです。お互いは知ってるんだけど、はい、まあ、YouTube チャンネル始めたっていうのは去年の12月、はい、もうそろそろあと1ヶ月2ヶ月で、1年を迎えるということで、はい、まあ、お互いね、そうその相方がいる、そのサブじゃないね、言い方が悪いね、まあ、相方がいる中でその下として最初入ってきて、そうですね、まあ、1年経つので、こういったちょっと対談動画を、撮らさせていただいています、はい、でじゃあまずテーマ1年やってみて、まあ、ほぼ1年で僕は1年やってみてどうだったかっていうのをまず1個目ちょっと話していこうかなと、はい、先にちょっと僕の方からなんですけれども、まあまず時間がなくなる、あー、まあそうですね、あの僕が入ったのがちょうど今、まあ、まだコロナウイルスじゃないですか。で 1回目の緊急事態宣言開けて、でその後翔平 TV のイベントに行って、でその後ちょっとずつ撮影手伝うようになって、またコロナがちょっと出てきたかなって、2回目第2波って言われてる時かなぐらいに加入したと思うので、はい、あのその時の前ってやっぱその社会的にも外出ちゃいけないし、うん、そうですね、で僕自身も普段は結構外はいはい、遊んでたりとか、してた人間だったのが急にパタッとなくなっちゃって、まあ、ね、本当にすることないなと思ってでやり始めたんですよ、はい、でそうしたら結構ね言い方が悪いかもしれないけれども僕自身時間が、あったと思ったからやったんですよ。やりたいなっていうのを翔平さんに言わさせていただいて、でやってみたら、まあ、もちろんね、大変なのももちろん分かってました、はい、だしただそのコロナが終わってもないけど、まあ、ウィズコロナじゃないですか。外普通に出社もしてます。で僕結構勤務地今遠いところに勤めてるので、まあ、大体家から1時間ぐらいかな。前も、おじさんとか司さんとかの対談動画でも話したと思うんですけど、はい、ちょっとまあそういったところの時間の使い方がめちゃくちゃ難しいっていう風な感じがしましたね。慣れでいろいろ少しは編集のスピードが速くなったりだとかっていうのもあるはあるんですけれども、はい、そのコロナが終わった後のことを考えてなかった。あウィズコロナを考えてなかったっていう。なのでいやすごいやっぱその分やっぱ今まで味わってこなかった忙しさとか、今まで味わってこれなかったそのいろんな活動してるっていうのはめちゃくちゃ味わえているので、どちらかというとネガティブっていうよりかはいい意味で忙しくなったなって。あーそうですね、でむしろ嬉しいかなって。その今までずっと言い方悪いと堕落してたり生活を送ったりとか、まあもともとね、営業だったのが今はちょっと、情報系の仕事に変え、はい、割ったりとかして、その営業の時はそれこそずっと外出てたりとかっていうのもなくなったりとかっていうのもあって、どちらかというとまあきちっとした生活になったかな。それは副産物なのかな、言ってしまえば、はい、いい意味での副産物が出たので、それはやってみて、ね、まず感想が、はい、感想かなっていうような感じですね。逆に1年やってみてどうですか。1年やってみて本当大変でしたね、うん、編集も撮影もなんやら大変でしたね、うんうん、本当に、まあ、最初タブレットで編集やってたんですけど、だよね、それで、まあ、今は MacBook で編集してるんですけど、やれることはやれないことがあるんで、あ本当そこら辺は他の YouTuber さん、クエイジーピーさんとか、はいはいはい、編集がすごくて、そう本当にそうですよね。そこら辺は差が感じていて、 MacBook 買いたいなと思って、うん、買っちゃったって感じですね。そうだね、買った時からだいぶテロップとかその編集技術とかも変わったもん、ね、動画見ててもすごい気づいたので、 そこはやっぱすごい努力してるなって、見習わなきゃいけないなっていうのを感じるなまだまだ5時とか多いんで。いや俺もよ、それに関しては何本出し直してるか分かんないですもん。少なくなってる感じはしますね、5時とか。ああ、うん、
そうね、だからね、それもあの僕本来もっと50多かったんですよ。でチェックが多くて、まあ、赤ペン先生ですごい直されてね、赤ペン翔平先生にすごい、まあ今でももちろん直されますよ、なんですけれども、そういったところも、まあ、確認動作とか、はい、携帯で打った方が、僕たちって今携帯世代じゃないですか。そうですね。だからタイピングよりかもフリック入力したやつを端末に送って、それコピペとかっていう方が誤字少ないなっていうのは気づいたので、そういったこともやったりとかしてますね。やってみその時に感じたやつが打っちゃった方が自分は楽っちゃ楽なのかなっていう。あの翔平 TV だとカット翔平さん、テロップ僕みたいな感じで、はい、で完璧にもうほら分かれて、そうです、地方も分かれてやってるからさ、センスも、うん、僕なんかは逆に一緒にやっちゃうんで、そこもまた違うところもあるので、まあ、楽しいっちゃ楽しいですよね。 それもそれで、はい、でテロップとカットどっちが好きですか？自分は結構テロップの方が好きですけど。ああ分かる分かる僕もまあテロップ今カットが多分全然翔平さんの方が技術上だし、もちろんテロップもですけど、はい、まだテロップの方が僕が任された方がいいのかなみたいな感じでテロップ担当としてやってるんですけれども、でそういったところでもテロップ打っててやっぱ翔平さんがカットしたやつ見ると、あ面白いとかって思う時もあるんですよ。そうですね、面白いなと思ったところを言葉にできるんで、テロップは面白いですね。うん、言葉っていうか文字かにできるから、テロップ打ってると結構ねすごい気持ち悪いですけど一人でにやけながら編集しちゃうことはない。あれそうそうあります。でも僕今実家暮らしなんで、はい、家族がいる時に編集したりとかもしてるんですよ。兄が何にやけてんのとか気持ち悪い。そう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 いうこともあるんで、まあそれもねやっぱ味わえないじゃないですか。そうですね、 YouTuber ならではなんで、そうそうそう、まあ恥ずかしい味わい方じゃ恥ずかしい味わい方だけどっていうのもあるんで、僕も結構テロップやるの好きですね、はい、大変だけど。でなんだろうな、思ってることとかってあります？今こうしていきたいとか思ってること。うわーどうなんですかね。で今相談してるのはユーポンが関東に来るか。ああ、ね、1年やってみて、はいはいはい、まあやっぱねそこは結構コンビでやってる先輩 YouTuber さんとかさ、はい、大井さんとかはゴリスポーさんと離れてるんじゃない、はい、だし逆にすごい上までなってくるとみんなまとまってチームでやったりとか、はい、やってたりとか、まあボナールさんもそうだし、あのベイちゃんさんもまとまってやってるんじゃない、はい、でどっちもさなんか良さがあるから、どうなんだろうな、僕一緒にやってたいなって翔平さんと。結構だから一人で回すときとかも未だに緊張するし。そうですね、そこがまあ自分のダメなところなんだけど、直していかなきゃいけないところだけど一緒だ。そうそうそう、そこはね結構あるから、あの僕は一緒にやってたいし、やっぱ息が合うっていうのかな、はい、でも合いの手もできるし、それこそ逆に言うと冷静なツッコミみたいなたまにあるじゃん。ありますあります。みたいな、お互い翔平さんもやるし僕もやるしみたいな、それあうんの呼吸とかも少しずつやっぱできるように、一緒にできるようになってくるので、僕はそうしたいなって。であとなんだろう、視聴者さんとかにはやっぱ助けられてる分が多いじゃないですか。まあ多いですね本当に。 YouTuber って本当そうだよね。そう、視聴者さんあっての YouTuber、うん、YouTuber だし、逆に言うとネタもらうこともあるじゃないですか。ネタもらうことはこういうのやってほしいってあのコメントに書いてくださる方とかも、じゃあそういうのやってみようっていうこともできるし、はい、もう本当に皆様のおかげだなっていうのは本当に感じます。人のつながりじゃないですけども、それこそ、うん、そうですね、人のつながりも大事だし、そう、視聴者さんも大事にしていかないといけない。うん、気づけなかったところはありますよね本当に。それも YouTube やってみて再確認できた。そうです、はい、で多分お互い今も大学通ってるじゃん、はい、で僕もあの普通に全日制の4年生の大学通ってたりとかで、人とのつながりって結構あった方だと思ってたんですよ僕自身。それこそ大学でもサークルなんか入ったりとかしたりとか、はい、こういうバイトもしたりとかしていろんな世代の人と関わってきたっていう、イメージはあったんですけど、それより広い。ひどかったですね予想以上に。その自信がぶち壊されるみたいな。そう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 。でも僕も結構ここの時楽器やったりとか、はい、中学でも生徒会やったりとかで人前に立つとかっていうのもやってきたんですけど、全然違う。マジで本当に全く別物で、それが楽しい。一年やってみた経験としては、はい、視聴者さんとかいつもコラボしてくださる YouTuber の先輩方とか、まあもちろんやってなかったら知り合いなかったし、やってなくてもちょくちょくは顔出してると思うんですけどまあまあまあ、YouTube ってすごいなって一年やってみて思いました。じゃあまあ今後の目標いきますか。今後の目標いきますか。まあ僕の場合は早く一人立ちして翔平さんに、まあそうかな、いつまでも片足の小指の指先じゃダメだから、まあ早打ち左腕ぐらいに、はい、左腕は言い過ぎか、
まあね、おこがましいことは言えないですけれども、できるだけ自分から発信できるように、面白いこと、まあ、僕だったら、まあ、グローブだとか道具関連だったりとか、はい、野球の知識だったりとか、まあ、プロ野球系だったら結構僕も見てるので知識少しばかりはあるかなみたいなところもあるので、まあ、そういったところで逆に愛情でツッコミでそういった知識も出して明るくしてより明るくしていけたらなっていうのはあるので、はい、まあ、どん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 知識に、身につけていければなと思います。目標はやっぱり1万人行きたいな。おー、ね、なるほどなるほど。僕なんかも入って1年しか経ってないけど、 それでも1万人っていう1万人の壁ってやっぱでかいじゃないですか。そうですね。まあその立ち会い合わせていただけたって言ったらいいのかな、まあ、それも皆様のおかげなんですけれども、はい、すごいやっぱあのまだ1年しか入ってないし途中からだしっていうので生意気ですけれども、やっぱそういったところでよっしゃーとか皆様ありがとうってより頑張ろうって気持ちはその1万の壁でより熱くなったっていうのもあるので、そこはぜひぜひあの翔平 TV の視聴者さんもあのユーポンチャンネルのチャンネルもお願いします。逐一チェックしてくれればなと思います、はい、まあ共通の趣味もあったりだとか、そう境遇も一緒だよねっていう後から2人で入ったりとかっていうのもあったりとかしてるので、まあお互い、まあ、僕だったら翔平さんだし、はい、ユーポン支えていけるように、今後とも皆様に面白い動画をね出せるように頑張っていければなと思います。はい、ということで、僕も1年経ちましたし、はい、ヒロトも面白いで1年ということなので、こういった対談の動画を撮らせていただきました、ね、より一層、翔平 TV ユーポンチャンネル精進していきますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、はい、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それではありがとうございました。11月のプレゼント企画、行きましょう。こちらね、浜沢のグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれだって伝統の玉沢さんだ、ね、そう、伝統の玉沢さんなんで。で、これを使った理由とかもらった理由っていうのは、あのまあ前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使って、ノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そうロンティ120あの飛ばす翔平が使ってたグローブですよ。守備じゃない、ね、守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよ、ね、磨きます、うん、良平さんの手入れをした状態で綺麗にした状態で送られるんで責任重大ー汚すだけ汚すって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ内野手を、はい、11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。